知的財産計画分野の早乙女です。では私たちの分野について説明の方をさせていただきます。私たちの分野はライフサイエンス領域の研究成果を事業化を通じてビジネスを通じて社会につないでいくというそういうような技術経営学という分野のことをやっております。でライフサイエンス分野の技術を社会につなぐためにはやはりその多大な金額と時間が必要で、そのそれをリターンを求めるためには知的財産のマネジメントというのが非常に重要になってきます。そこでこの知的財産経営学という分野を2004年の4月からやっておりまして、今年はですね12期生が無事入学しています。で今の研究室の場所なんですけれども、2年前に愛東という非常に大正時代に建てられたクラシカルな建物からメディカルイノベーションセンターという製薬企業と大学との産学連携の場に研究室の場所を移しております。それで知的財産のマネジメントをするときにどういうような知識が必要かというふうに考えますと、まずは発掘するためにはバイオに関する知識と知的財産に関する知識の両方が必要になってきます。さらに管理という点では特許事務所さんとのやり取りがございますので、それら法律に関する知識、さらに活用という場においてはビジネスに関するようなことであったり契約であったり、あと自分でベンチャーを起こすというアントレプレナーシップの知識が必要になってきます。まとめるとサイエンスと法律とビジネス、この3分野の学際的な知識が必要なところというふうになっています。で講師陣ですが、こちらに示しますようにたくさんの教授、3人も教授が、 URA の室田先生も教授なの4人もおります。また皆さんですね、この、上に書かれている6名の先生たちは全て大学の産学連携活動に従事している先生で、渡辺先生、先ほど就職活動について説明してくれた渡辺先生も産官学連携本部で実際にお仕事をされております。その他非常勤の講師の先生方も現役の弁理士の先生たちになっております。で活躍の場ですけれども、知的財産の発掘管理活用、それぞれの分野で活用生の方が活躍しております。で私たちの分野にご興味がございましたら、この建物の北側にあります知覧会館の1階にて、教授の方とあと現役の学生も入れていろいろ個別面談の方させていただきたいと思いますので、ぜひお越しください。ありがとうございました。